自転車、のタイヤの一種であり、特に大型四輪駆動車向けのアフターマーケットパーツとして販売されているオフロードタイヤを指す。その名の通り泥の地形に対応した大きなリブを持つトレッドと、扁平率が大きく風船が膨らんだような、ずんぐりとした外見を持ち、不正値やデイネ値、砂地において柔らかい路面に、トレッドが食いつくようにして強いトラクション性能を発揮する。 意図的に空気圧を抜いて設置面積を増やすことも想定し、サイドウォールにまでリブが配置されたタイヤも多く、ビードロックの使用を想定した強固なビードを備えているものもある。オフロードに特化した銘柄になるほどトレッドの節は大きく間隔も広くなっていき、泥をトレッドから排出する性能が大きくなる反面、舗装された道路では摩耗が早くなり、 騒音も大きくなるという欠点がある。マットテレンタイヤとも表記される。フォード GPW。第二次世界大戦中に大量生産された標準的なジープ。典型的なゲタ3パターンのマットテレンタイヤが装着されている。マットテレンタイヤの歴史は戦争に軍用車として自動車が登場した時に始まった。 第二次世界大戦で連合国側の軍用車の代表格として活躍したジープには、ラグパターンタイヤと呼ばれるものが装備された。これは日本でもゲタサンタイヤと通称され、バイアスタイヤ時代は長い間マッドテレーンタイヤの代表格であった。このようなゲタサンパターンのラグパターンタイヤは、ロードノイズが大きく、舗装路面の高速走行には全く不向きであったため、 乗用車サイズの 4WD 車では、ラジアルタイヤの普及により現在では完全に廃れてしまったが、ダンプトラックなどの土木、建設分野で使用される大型自動車用のバイアスタイヤとしては未だに広く用いられている。その後、チューブレス構造を持つラジアルタイヤが本格的に普及し始めると、オフロードバイクなどで使用されるノビータイヤのトレッドパターンが マットテレーンタイヤのトレッドデザインにも取り入れられ、様々な競技用途向けに特化しながら、現在に至っている。日本特有のマットテレーンタイヤとしては、軽トラック向けのリブラグタイヤが販売されており、主に農業や林業に使用される軽トラックに装着率が高い。このような農林業向けグレードの軽トラックは、パートタイム式4 w d にデイフロック機構が組み合わされ、境愛で荒れた林道や、 非常に柔らかい赤土が敷き詰められた畑の内部に乗り入れる際などでは大型 4WD カオマケの走破性能を示すこともある。一般にはマットテレンタイヤはマットテレーンを示す M、T もしくは T、M 表記がサイドウォールに対処されていることが多くオールテレンタイヤやハイスピードテレンタイヤと容易に区別が可能である。 極端なオフロード志向のマットテレーンタイヤの場合、舗装路面での設置面積が小さいために、舗装路面でのグリップ性能も小さくなる傾向がある。アメリカでは EN、デパートメント・オブ・トランスポーテーションによって、舗装路面でも使用可能なマットテレーンタイヤのテストが行われており、これに承認された DOT の B タイヤでなければ、行動を走行することは禁止されている。この表示は、 タイヤのサイドウォールに DOT ナビー、DOT ナビーという形で表記されている。マットテレーンタイヤのサイドウォールにはスノータイヤの一種であることを示す、スノー表記が示されており、タイヤサイズ表記の周囲にマットスノーを示す MS という略語が表記されていることが多い。これはマットテレーンタイヤが柔らかい DNA を走破することを前提に設計された関係上、 同じように表面が柔らかい積雪面でもある程度のグリップ性能が発揮できるためにこのような表記がなされている。しかし雪道での絶対的なトラクション性能はスタッドレスタイヤには及ばないため一応雪が降っていても使用できる程度の認識で使用するのが無難である。ありがとうございます。